桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。こんばんは。7時過ぎか。ダンス覚えられましたか？そうなんですよ、今日人知れずあのアリゲーターの公式 YouTube からあのゲリラ配信をしておりまして、そう今度 YouTube で踊ってみたを出すんですけど、そう、それのレッスンを今日は、レッスンっていうか振り付けを教えてもらってきました。そう、そう、クオスイさんが決めたのって、いや多分ミリアちゃん、ミリアちゃんかな、ミリアちゃんがその曲持ってきてくれて、そう、K-POP のダンスを鬼はしたことがないから、そう、めっちゃ難しかった、えらいこっちゃーと思ってすごいね、ケーポー踊ったの、ケーポーって、ケーポーっていうの、ケーポップのこと。リズムの取り方とかが違うの。AKB がやってるアイドル曲とはまた、そもそも我々マイク持ってるからさ、ほとんどまず両手をね使ってダンスする。最近のダンス曲、ネモハモとか元カレデュースとかはあれやけど、細かいねK-POP、 あんまりこう普段見たりとかもしないので K-POP 系のやつを、だからなんか全部が新しくてすごく難しかった。えらいこっちゃ、頑張ります。ああ、何の曲踊ったのって、なあん、なんだろう、アップっていう曲名は分かるんですけど、そう、アップっていう曲があって、本当そう、曲も初めて聞いたから私もあんま分かってない、まだ分かってなくて、そう、アップっていう曲だったのは覚えてます。ケプラーさんのアップ、そう、そう、頑張って覚えます。
っぱ K-POP 詳しい方は知ってらっしゃる有名な曲なのか、ね、有名そう。その辺音痴疎いんですよ。そう、分かんなくて。調べてない。そう、まだ必死ダンス覚えるのに必死でした、うん、いや今月中には踊ってみたで出ると思うので温かい目で見てください。 K-POP アイドルで知ってる人は誰ですか？ひーちゃん、アイズワンさん、トゥワイスさんかな。うん。あとリュジンさんって方は知ってる。リュジンさんやったかな。そう、めっちゃ可愛くて。黒髪のショートの時の写真だけ見たことあるんですけど、なんか学ランっぽい衣装着てて、そのね、そう、写真がめちゃめちゃ可愛くて、リジンさんって言うんやっていうのはなんか知ってる。うん、そう、あんな髪型してみたいなって。少女時代とかからが世代かなって、うんうん、GGGG とかは知ってる。ベビーベビー、確かに少女時代さんとからさんは昔聞いてたかも、中学の時とか。えらいこっちゃ、踊ってたって、あのジージージーのなんかパカパカパカみたいなとか踊ってたそう、ももクロさんと AKB しか踊ってなかったな、中学。そう、足がパカパカってなってるところがあるのよそう、ももクロは何の曲踊ってたのって。一番踊ってたのはチャイマックスっていう。文化祭とかで踊ってないのって。もうそんな人間じゃなかったからさ。そうね、文化祭でさ、有志で踊るみたいなあったじゃん。あれもいいなって思って見てる側やったからそう、ああいうのってやっぱすごい、なんだろうね、クラスでもさ、盛り上げ役の人方々っていうかさ、そうムードメーカーみたいな人たちがやってるイメージやったから、そう、大西はそういう人間じゃなかったからでもいいなっていうのはめちゃめちゃあった。大西も踊りたいなっていうのはあったけど、そこに入れる人間じゃなかったから切ないやめて切ない。別に切なくない、大西は大西で楽しかったから別に良かったんけど、
そうでもいいなって思って見てた側だったから、文化祭とかで踊ったことなかった。そう、文化祭は何してた人なんて。何してた人？店番になったら店に立って、休憩時間はクラス回ってみたいな。そうね、普通にそんな感じやったかな。何売ってた？なんか大西は一回しか文化祭をしたことがないのよ。っていうのも中学でも文化祭なかったし、高校の時は3年に1回だったんです。3年に1回、1年生2年生3年生ってあって、毎年じゃなくてどっかであるみたいな。そう、毎年はなかったんですよ。だから大西は多分高校3年生の時に文化祭があった人間だったんですよ。え、毎年あったっけ？もうそれすらも記憶にない。え、毎年あったっけ？あったとしたら何やってた？おにし3年の時の記憶しかないねんけど。あった、あったのかな。3年、覚えてないや。普通は毎年って、あ、じゃあ毎年あったのかな。え、別にその時忙しかったとかなかったからさ、行事とかは全然全部出てんのよ。あった、多分あった、あったあったんだろうね。待って、本当に記憶にないけど、うん、多分記憶にないだけかもしれない。でも覚えてるのは3年生の時あった、あったあった、毎年あった、毎年あって、毎年あって、高一。多分高1の時になんか担任の先生の顔をスプレーでめっちゃでっかく描くみたいな、なんか紐みたいな、なんかそんなんやったような気がせんこともないな。でもそれを高1にしたら高校2年生の時の記憶が全くない。高2って誰と一緒に暮らすやったんやろ。おいしい、それすらも覚えてない。担任がね、3年間一緒だったんですよ、担任の先生が。全然覚えてないや。で、高校3年生は食べ物系飲み物系をの屋台を出せるんですよ。そうで、高3の時はとん平焼きをやったのは覚えてる。自分のクラスが、お店は作ったりしてなかったけど、そう、とんぺ焼きをやってたのは覚えてる。全然覚えてないや。高校2年何やってたんだろうにし。机
作らずに配ってたの？いや、何もしてなかったんです。のんぺ焼きでーすみたいな言ってた記憶もう全然覚えてないんだけど、やばい、ほんと記憶にない、何もしてない気がするうまいね。もうほんと高校で覚えてるの普通ね、思い出話とかいっぱい出てくるもんね。高校は通ってましたかって、通ってたのは通ってたのよ、一応卒業もしたから。他の行事の記憶はありますか？行事ってだって文化祭とさ、体育祭とかでしょ。修学旅行ね、修学旅行覚えてるよ。星がすごい綺麗やったっていう、星がすごい綺麗だったの。修学旅行は鹿児島かどっか行って、星がすごい綺麗で感動したっていうのを覚えてる。あとプリクラ撮ったことぐらいしか覚えてないかも、日修学旅行。あとフェリー乗ったのは覚えてる。なんかプリクラ撮って、でもどこを回ったとか覚えてない、ほんまに。フェリーで何してたのかな、帰ったフェリーで帰ったのよ。なんか行きは新幹線、帰りはフェリーみたいな、なんかそんな感じだった。もう覚えてないやん、こんな覚えてないもんか。もう昔の思い出ね、おにし本当にね覚え出なくなっちゃったの。 AKB 入る前まではおにし人生の中で一番思い出を大事にしてた人間やと思うの。自分の結構身の回りのあれでね、一番物事を覚えてたし、一番携帯とか写真とか記録に残してた人間なのよ。今でも何かあったらすぐ動画撮ったりとか写真撮ったりとか、そう思い出大好きなんですよ。でも忘れてっちゃうの、なんか全部悲しいよね。そう、それは自分でももう悲しいなって思うんですけど、もう記憶からね抜けてっちゃうのよ。だから本当に同級生の名前とか、高1の時は誰とクラスが一緒だったのか、高2の時は高3の時はみたいなのも覚えてないんですよ。やばいですよね、悲しいね容量が少ないんですよ、おにしは。そう、卒アル見るしかって、卒アル見てもおにし中学の時一緒やった人がこんな方いたっけみたいなのもあったよ前。そう、中学ですらだって忘れてんねん。
幼稚園小学校中学校って大体人間一緒だったんですけど、人間とか人一緒だったんですけど、それでもえってなる人もいたから、そうキャパが少ない本当に大西。そうなんだよね、悲しいよね。高校の時の友達は今でも連絡取ってるんですか？いやー取ってはないね。取ろうと思えば2、3人取れるけど取ってはないね。もともと誰とも連絡取らない人間なので、そうね友達いたのか心配になるって。いたよ、いたけど、いたけど、いたけどめっちゃ少なかったうん、遊びに行く人とかはめちゃめちゃ決まってたね。うん。そうね。もちろん喋るけど、クラスの人とかはもちろんね。もちろん喋るけど。でもなんか大体喋る人って決まってるやん。当時仲いい女の子2人いてんけど、で3人で大体いつも一緒にいて、でもその女の子2人は他にも仲いい子がいたけど、わりかし私はその2人って感じやったそうね、そんな思いよ大西。みんなと仲良くできると先生に褒められてたよねって。そう小学校の時そう、桃花はみんなと仲良くできるから偉いねって褒められて、そうそうなんですよね。なんか別になんだろうね、うん、やばい、なんか浜、なんか浜になんかもしかして誰か送った、なんかチクった、なんかこれ絶対なんかショールームの切り抜きみたいな、なんか見たような気がする浜。ハマセリとのさ LINE があるんですけど、そこにハマがハマセリにはおごらんらしいって、セリカがなんでやねんっていうなんか絶対ショールームで話したやつやんこれこれ誰かチクったやん。絶対なんかの切り抜きやでこれ。
合うじゃん。おごんないけど、アマセリには絶対おごらへんけど。そう、おごんないけど。ね、割り勘でいいじゃん。ね。そんなそんな。大西は二人のことを同い年だと思ってるし。そう、同期やし。そう。そう、ベストフレンドだからこそ。そうそう、年違うのって、ハマセリと、うん、同い年、同い年、そう、同い年、そう、全員二十歳。全員二十歳でーす。そう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 、全員二十歳でーす。うん。後輩ちゃんにはおごるもんね。ハマセリ以外にはおごる。ハマセリ以外には大体おごる、おごってる、おごってきてる今までの人生。ハマセリだけはおごってない。うん、そう、だから大西にとっては逆に特別なんだよ、おごらないっていうのは。そう。そうそう。いいんです。常に割り勘かしらって、アマセリーとはマジで割り勘ばっか。ほんまにしっかりきっかり割り勘。うん、そうね、でもポテトの分は大西が出してるみたいな時あるからね。3人で食べたポテトは大西が出してるってこともあるけどね。そういうのはあるけどね。そうだよ、大西が率先して、あ、じゃあこれとこれと、あ、じゃあポテトで、そうだよ。そうだよ。お腹すいた。40分になったらランキングの方呼び始めるわ。今日は何ご飯？もう炒めるだけって感じのご飯。
そう、野菜炒め、お肉と野菜、もやしとネギ入れてお味噌でバーって感じのやつ。豚キムチ以外かな。そう、昨日豚キムチにした。お前は今日キムチ鍋にしたいなって思ったの一瞬。昨日豚キムチ食べて美味しい、辛いのいいと思って、でなんかうわキムチ鍋食べたいわ久しぶりにと思って食べようと思ったけど、やっぱやめた。夏に鍋はチャレンジャーやな。え、でもね、大西んちあったよ、夏にキムチ鍋とか。そう、暑い時期に食べるキムチ鍋って美味しいんですよね。そう、うん、いいよね、美味しい。美味しさますよね。暑い真夏の時のキムチ鍋と真冬でこたつに入ってアイスを食べるみたいな、美味しいやん。なんかそういうの好きなんですよ。うん、お、40分になったわ。じゃあちょっと今日はこの辺で終わりにします。実はまだねご飯炊いてないのよ。だからちょっと炊いてくるわ。よし、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位、萌えちゃん、本日お誕生日さん、ありがとうございます、イエイ、後で読むね。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が順平さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がライオン丸さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がプロスペクトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が親ちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が9位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がくるりん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がカメさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がもゆさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。そして1位の方かな、タワーくれたの、ありがとう。読んでいきます、いきます。萌えちゃん、本日お誕生日さん、萌えちゃん、おめでとう。ハピバタワーだ、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとう、皆さんもありがとう。ありがとう。はい、ということでですね、では本日はこの辺で終わりにしたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではまたね、またメールで、じゃあね、ありがとうございました。あ、変なボタン押しちゃった、ありがとうございました。バイバイ。